マコナコです。さて続きやっていきましょう。今回宇宙ステーションに戻るみたいな話だったと思うので、端末へ転送、これでバンカーでいいのかな。今いろんなところ行けるような気配ありましたね。なんか自動販売機に押し込められたかのような状況になってますけど、これで本体はあそこに置いた状態で、何かしらデータのみがバンカーの方に移動するという話だったけど、以上がエイリアンシップの報告です。そうか、すでにエイリアンは。この情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。え、あの怪しい感じの機械生命体ですか。月面の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。ということだそうです。じゃあどうすればいいんだろうな。また戻ればいいだけか。これそのためだけに来たのか。メールを受信しましたとか2つほど今来てたけど。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも行き先はまた廃墟都市ですか。ではこの方向。久しぶりだしちょっと休んでいきません？ 2B 気が向いたらね。ああそっか、ここにマーキングあったけど、これはもう戻れってことか。端末あって間違えた。どこ戻ればいいんだ。これは何かマークあるけど、砂漠のキャンプじゃないよね、行くのは。あれどこだっけな、パスカルの村かな。パスカル調べろってことは、さてこれでまた下に降りてやっていきましょう。もうあらかた操作方法とか覚えたので、なんとかねスムーズにいけるとは思うんだけど。そして今さまざまな移動ルートもね、即座に移動できるような状況にもなったので、上か、上行きましょう。これアイテムは結構使ったけど、回復アイテム36、もうマックスまで買った方がいいような気はするけど、あと後々になって回復小を持たずに、回復もうちょっと高いもの中とかそのあたり持った方がいいのかなとかね思ったりする。 30% 以下になったら回復するんだけど、 30% 以下になって 25% これ小で回復してもあまり意味がないようなね気がするんで、中を一つ基準に今後やっていくのが良いのかな。最終的には台だけ持って戦うのが一番オート回復を活かせるんじゃないかと思う。あーここだとポーズになるんだ。これどこでもメニュー開けるようになればいいのにね。なんでわざわざあんなとこでポーズになるのか。あー違う違う違う、装備装備、これでいきましょう。ああ、ライエスさんとトゥービーさん、先日の機械生命体の暴走は大変でしたね。いくつかあなたに聞きたいことがある。はい、私に回答できることでしたら何なりと。うん、いろいろと聞くことができる。パスカルの平和主義について、なぜ戦わないか、何百年も生きています。その間何度も何度も仲間を失いました。怖かったのは仲間を失うことではなく、慣れてしまっている自分が怖くなった。だからもう戦わないと決めたのです。はい、何でしょう。いまいち理由がよくわかんないね。異星人について聞く。私たちの創造主のこと、実はよく知らない。彼らからメッセージもない。異星人は全部倒されたってことだからね。はい、何でしょう。他の生命体、機械生命体について。はい、何でしょう。この村以外にネットワークから切り離された機械生命体はいるの？この村以外ですか。先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫がそうでしたね。歌姫？あれが？あ、あの
森の国？ええ、この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体たちが集まって国を作っているのです。とても排他的なグループで我々が近づくこともできません。場所は？廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あの辺りは最近物騒なのでお気をつけください。森の国、調べてみる価値はありそうですね。うん、ということなのでまた別の場所行けとなっているマップビューで、ここか、ここら辺が商業都市というか商業エリアなんでしょう。ここに鉄塔付近に移動すればよい。一旦あれ、これどこから今自分来たんだっけかな。ここだよね、ここにワープポイントあるんでね、これからセーブした後に端末転送。さっきのはどこだ？ここか、鉄塔付近。いやー、これがあるとないとでも段違いだね。全部歩いていくとなったらすごく大変だったけど、だが歩く過程でレベル上げとかできるから、それをどう考えるかっていう、ね、問題もあるけど、どこかでまとまって経験値稼ぎをしないといけないかもしれない。では行きましょう。相変わらず鹿がいるね。この方向。トゥービー。何？いつになったらナインズって呼んでくれるんですか？ナイン S で十分伝わる。まあそうなんですけど、でも仕事って大変ですよね。作戦に好き嫌いはない、ナイン S。 あなたは感情を出しすぎ。私たちヨルハ部隊は感情を出すことは禁止されてるはず。そうは言っても個体差があるから仕方ない気がします。うん、ということでここら辺アイテム取って、さらに中に。ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。なんか全然そんなデパートみたいな感じがしないけどね。でもエスカレーターはある。これどうなんだろうな、そのまま抜けられるなんてそんな甘いことはないか。さすがに通れないな。何か仕掛けがあるんでしょうか。今どこか音鳴ったけど、まあ、この方向行けないとなると、僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味。真面目だな、トゥービーは。警告、直上に機械生命体反応多数。森の王万歳。森の王万歳。なんだよ森の王って。気を抜かないで、ナイン S。 そんなこと言ったって僕はスキャナーモデルだから戦闘はあんまり得意じゃないんですよ。さてどうすればいい。うわー、避けられなかった今の。結局この逃げ回り作戦が一番有効のような気がする。うわー、今のもかわせないか。あとは 9S に頑張ってもらおうと思ったら、なぜか 9S が寄ってきてしまっている。アイテムだけの回収はしっかりとやっておきましょう。なんかあいつ逃げてばかりですね。いや戦ってたぞ。これは逃げてばかりか。ミサイル、こういう時ミサイル役立つね。怪しいから壊そう、トゥービー。ちょっと
破壊する。ダメ、何なんでしょうあれ。まあ、随分動き早かったな。でここら辺アイテムは落としてないのかな。あれか、今のがあのキャンプにいた変な女性が、謎の女性がかぶっていたものなのかな。でこの方向ようやく抜けられた。あー、ビビッとアイテムあるかと思いきや、この先が森のある地域みたいですね。アイテム取りどうしようかな。これキリがなくなるから。でも時折ね、いいアイテムもあったりするから。ここがなんだろう、森の都市とかそんな感じだったような気がするけど、森林地帯か。目標、敵アンドロイド戦闘状態、起動。我らが森の王のために、森の王のために来ましたね、トゥービー。油断しないでください。それはこっちのセリフ、気をつけて、ナイエス。はい。いや、単発型の方が楽のような気がする。ここら辺何体か倒して、よい、陣形組んでるね。力波回復 HP プラス1、うん、力波回復プラス1か。いろいろとアイテムが。ここの機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。あるか、この真正面見えるのが城のような建造物。これ落下して大丈夫か。今回はダメージ受けなかったね。おお、襲ってくんの。こっちから攻撃やってないのに。侵略者を発見。王国次第の我らが森の王に命を捧げる。我らが森の王のために、うん、全部向こうに行ってくれるからすごく楽。 9S が戻ってこないでくれ。ちょっとやめてくれ。なぜ戻ってきた。うん、ジャンプして適当に撃っときば。鹿も来てるんだよね、これ。鹿はあまり戦いたくない。なぜかすごく強い人で、通常の敵より圧倒的に強いような気がする。でもレベル9なら大したことないだろうとか言おうと思ったけど、そんなことはなかった。まずアイテム回収。ちょっと待って、これ自動回復今つけてないんでね。なので鹿どこ行った。だから時間での回復で今何とかなっている。よし、元の色に戻った。いやー、レベル9倒すのもこんな苦労する。そしてあそこら辺のアイテム結局満足に取れなかったような気がするけど、イノシシかこれ。ここにも何かあるはず。どこ行った敵は。よっしゃ、やってきてるんだ。レーザーがあったね。なんだろう、なんか変なところにロックオンかかってるけど、パートナーが何の役にも立たないから外してる。これはなんとかなりそうか。ああ、 500。 しかもこれは寄りすぎると当たらないんだ、攻撃が。いや別にこれ倒さなくてはいいんだけど、一回やめとこうか。もう切りないか、強いしね。1ポイントずつ回復していってる。あとはこれは左側。またか。戦ってよかったか。戦え、我らが
が命、今このためにあると HP あるから、HP あるうちはガンガンやってってもいいかもしんない。こいつら、ルビー、機械生命体の言うことに耳を貸しちゃダメだ。さて、ここら辺一直線、アイテム拾いながらもこれ攻撃できるから、その点は助かる。でも回収めんどくさいねこれね。なんか多分後々出る可能性あるけどね、そのここら辺の全部そばに寄ったら回収できるとか、長い距離回収できるとかね、回収距離が増えるとか、その辺りはあっても良さそう。これ消えてってしまうから早めに取んないと、お金関連は。終わったかな。さて、あとはここら辺にアイテムあったと思ったけど、気のせいか。この方向もこれは鹿か何かがそばにいるような気がするけど、次の侵入者だ、直ちに陣形を取れ、構え、恐れが。あー、いるね、イノシシか何か豚か分かんないけど。さて、スキル回復間に合った。ガンガン攻めていきましょう。 HP あるんであればそこまで弱気になる必要もない。結構今ダメージ受けてるね。終了かな。なんだろうな、もうちょっといい戦い方ありそうな気がするけど。お、危ない、倒すかイノシシ。今なら一体に向けてミサイルを放つことができるけど、避けるぞこいつは、なんてやつだ。そしてレーザーもそこまでダメージ当たってない。避けないように接近してこっち側に来るようにしないと。やっぱり味方が一緒に戦ってくれないと辛いねこれ。600、ああ外した、一番のダメージソースが。それでものんびりとやってればいいだけなんでね、特に急がなければ何ら問題ないんだけど、ゲーム実況をやるとねどうしてもテンポ悪くなるからね、こんなことやったら。倒しきった、重火を手に入れて。これもう一個北西側に赤いマーカーがあるんで、あそこも行きたい気がするな。あのお城にはどうやって行けばいいんでしょうね。ここじゃないのか、多分マーカーがセーブポイントだと思うんで。でもこのゲームセーブしなくても倒されてもまた復帰ができるから、そういう点ではあまり頑張ってセーブしに行かなくてもね。敵がいるんだけどもいいかな、敵は。敵を倒すのが目的かと思ったけどそうでもなさそうなんで、まず移動最優先で。この方向、いやでもどこからもさらに先行けそうにないな。どこかでら、敵は近くにいるぞ。よそ者の侵略を決して許した、我らが王を守るのだ、守るのだ。え、これどこから敵出てくる。今の話はどこの話だ。なんかカクつくのがそこで即座に敵が出てくるのかなとか思うんだけど、そうでもなさそうだからよくわかんないんでね、このゲーム。侵略者を発見、王国騎士団の
自分だけかどうかもね、わからないですね。 PC のみの状況かもしれないしで、立って持ってるから、あー何やってるんだ。どうする、また体型組んでくれたところを一直線、これリーダーユニット倒したからか、多分何もやってこないんじゃないこれ。そんなことなかったわ。あまりにもそれは涙考えだった。うん、もう一回倒して、よしと、なんとかなった。攻撃 HP 回復をしてとく。またどこかで強化やりたいね。そろそろいい感じにアイテムも集まってるんじゃないかなと思うんだけど、うん、この方向でうまく城の方に行けそう。さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。無理か、ここはなんかここら辺通れそうになってるんでね。でもまあ通れないんであれば諦めて回り込みましょう。うん、また鹿が大量に、けどそれは無視してこの方向。ダメだな、ついついこれアイテム取りやっちゃうな。この先は行かせるわけにはいかねえ。せーあんだろよ。ずいぶんかっこいいね、なんか飛び降りて。あー外した。ああ嘘、何、普通に突っ込んできてダメージ食らう。これいかん、これいかん、これいかん。また逃げ回りながら HP 回復。ああそっかそっか、自動のやつはそっかセットされてないな。自動 HP 回復。あー当たるとダメなの。うわー本当に。なめったな今のは。もうちょっと何かやらないとダメかもしれない。あとは一旦帰ると言うてもね、キャンプに帰って強化やってそれから戻ってくると言うてもあるけど、これ遠いと思うぞ。あーここからか、最初にキャンプポイント出ておくべきだったか。こちらオペレーター 6O 2B さん聞こえますか。こちら 2B 受信している。起動したアクセスポイントからのモニタリング信号が途絶しました。位置情報を転送しますので原因を調査してください。了解。なんだろうこれは。あれちょっと待って、今いる場所どこ。こっち側でいいんだよね。さっき今手前側にいた敵って戦ったかな以前。いやー戻るの大変だな。これどれぐらいの時間でアウトになるんだろう。そのあたり分かってないから。もしくは2回目倒されるとダメなだけで、体自体はアイテム自体は向こうに残された状態になるのか。2回目倒されると多分上書きされると思うんで、それでダメなんだろうね。敵は近くにいるぞ。さて頑張って走り抜きましょう。マップがよくわかんないけど、ここも無視して、うん、足止め自体はされないからその点は助かるね。あれこっち側か。なんか全部敵の方に寄っていきながら、トゥービー、うわあそばにいる、そばにいる。生命体の言うことに
耳を貸しちゃダメだ。このマップの高低差の描き方がいまいちよくわからないんでね、どうなってるか。なんか少し色が変わってるところ、マップ上で多分そこら辺で何かはあるんだろうなと思うんだけど、その見方がよく分かってない。例えばこの橋のところは色が少し変わってるけど、右下マップ、じゃあ手前側と何が違うのかとかね。さて、まもなく体その場所に戻ってくるけど、さっきの機械生命体たち王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。多分間に合うとは思うんだけど。どこだ自分の体。体よ。これは違う。アイテムじゃない、欲しいのはあれかな。いやちょっと待って、このタイミングでやめて。ここら辺に今あったと思うんだけど、なんで視点がそんな上になってる。ここ。さて、この修理と回収よくわかんないけど、回収の方がいいんでしょう。さて、早く動いて。経験値も手に入る。何に当たった今。あとそうだ。これじゃない。セットを変えておかないと。自動 HP 回復を発動してもらいたい。やってきてんね。まもなく1体は倒せた、2体目倒せた。敵が今どこにいるかわからんけど、あれ、いなくなったってことはないよね。これ向こうの方が足速いんだもんな、通常見えたら。何にダメージ当たったの今。大丈夫だと思うけど、どうも倒されるわけにはいかない。これか、さっき多分見えてなかったんだろうね。これか。でもこの戦い方は絶対ダメのような気するけどな。だからこれ突っ込んで来られたらそれだけで終わるんだよね。でも寄ってれば突っ込んで来ないのかな。倒した。じゃあさらに行きましょうか。何事もなかったかのようにね、続きができるから、そこまで倒されること自体は心配しなくてもいいけど、戻るのが大変な場所だと大変だね、やっぱりね。で、多分一つ手前側にもワープポイントがあったと思うんだけど、それを取ってないからか、今さらに苦労したかのような。今向かうところの赤い点は多分ワープポイントがあるはず。これ解放。問題なく。いかにも王様が住んでそうなお城ですね。もう会話終わったか。なんか長々と喋るかなと思ったけど。というわけで城までやってきました。なんかこれいまいち立ち位置が決まらないな。カメラワークがうまくいかないんでね、真ん中に突っ立たせて上を見上げようと思ってるんだけど、なんか変な方向に。やめときましょうか。また横スクロールか。
どうするかな。突っ込むか。転んでる最中にも B というマークが出るから、ボタン押せというね。それやるとまた何か変わったものが出るような気がするけど、あーあかんあかんあかん。うん、問題なく多分倒せてるんでしょう。一旦降りるのか。降りても多分リカバーできると思うけど。敵の攻撃に気をつけましょう、トゥビー。分かった、ナインエズ。え、今なんて言いました。分かった、ナインエズ。え、違いますよね、もっとこうナインズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。もう、これはどうすりゃいいんだろうな。ここは通れない。ん、下に降りたけど、あー、ここから登れんのか。なるほど。解析、機械生命体の部品。これは必要ない。解析、機械生命体の部品。これは必要ない。降りていいかがわからないけど、降りないとダメだった。いや、もう次の部屋に向かってしまってる。はっ、許さんと追求せ。これ以上来た前に何も満足はしない。この国から出ていけ。後ろからも来てる。こっち側レーザー撃てば多分倒すでしょう。まだいっぱいいるね。何を言ってるかちょっとよく分からんけど、倒しているんであれば問題なしということで。これ前進まないとダメだったのか。なんか敵がたくさん出てきたから、あそこで何度も何度も追い払えば勝手に終わるかと思ったけど。やっとなんか今光ったか、大丈夫か。一周しても何もなしということで、多分この方向だが、この方向から行けたっけかな。なんか怪しいのいるね。あー、バカやった。あと奥にムカデのやつがいるんだけど、あれ倒せんか。来たね。あ、避けられてない。何やってるの。うん、回復薬ショーを使った。だけどやっぱり中使えるように、常に使えるようにショーはもうなくした方がいいかもしれない。あれ倒さなくてもいいでしょう。うん、また似たような場所に到着。あっと、あ、階段か、はしごが。今右側のマップ見たけど、
結構独特な形になってるね。これトービーコセール。とはいえ分かりやすくはないな。当たらない。やっぱ倒さないとダメなのかな。いや倒さんでも素通りでいっか。わあ見えない見えない。わあ危ない。手前が通れなかった今。ここは我らの国だ。我らの愛する場所なのだ。あーバカだったな。あんでもこれ倒さんでもいいような気がするけど、倒して経験稼ぎましょう。レベル上昇。徐々に強いのがやってくるのか。これはあーそっかそっか。あれか。でもどうするかな。このスキル通常移動時のものに今変えたけれども、で今当たってないの。さあで 9S が今見当たらないんだけど、倒されたなんてことないよね。大丈夫か。いるか。で今なんかことみが、あああれか、ここを全部倒せばあれ解放されるとか。あすごい時間かかりそう。いや無理だぞこんなの。終わんのかな。なんかもう音声的に動きがなくなってるんだよね。解放されたかな。この調子だと、うん、ようやくセーブが可能。だがちゃんと進めてはいるんで、その点は助かってる。そろそろボスっぽいね。装備変えときましょうか。これが王様。トゥビー、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認。破壊を推奨。破壊？どうして？ナインエス、行くよ。トゥービバンカーよりトゥービー、ナインエスへ。指名手配中である A2 のブラックボックス信号をこちらで探知した。お前たちの前にいるのは敵だ。あれは奴は脱走兵だ。何体もの追撃部隊を破壊している。うかうかしていると殺されるぞ。このタイプにした方がいいか。要はこれこの主人公と同じということだよね。多分そういう意味合いでいいと。うわーそれは無理だわ。自動回復だけど、自動回復だけじゃ間に合ってないと思うんだよな。ここはまた何かやってくるでしょ。またかわせてない。分かっちゃいるんだけど、多分それを分かってなくていいんだろうね。
今の状況ね、分かってるとは表現しないんだよね本来はね。また来るんでしょ、来るんだけど移動が倒れてる倒れてる、あー惜しかった。また来るでしょ、それぐらいはさすがに分かる。上から来るのはちょっと分かんなかったけど、うん、これでひるませるのが一番いいような気するな。また来る、いや違うな、どうしてどうして裏切ったんですか。裏切ったの司令部だろ。トゥービー追いかけましょう。今のが A2 だから C2 とかそういうのもいいのかな、 C2D2 とかね、たくさん出てきてもおかしくなさそう。怖いなこれ、飛び降りんの。ダメージ食らってんだけど。逃げたか。バンカーこちら 9S 司令官につないでください。バンカー了解、司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか、しかし二人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ、迂闊に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が。その情報は機密事項になっている、教えられない。そうですか。トゥービー、何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。分かった。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん、それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう。通信はダメだ、直接聞きに行く。分かりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。なるほど、また何かルートができたようなので行きましょうか。会話が長引けば長引くほど鹿が倒されるっていうのかわいそうに。じゃあ行きましょうか。どうすりゃいいんだろうな、また移動系に変えましょう。で、どこから行けばいいんだろう。こっち側かな。ここら辺にワープポイントというかセーブポイントというかがあるような、あ、そっかそっか、ここか。これで普通に端末でワープしてもいいような気がするけど、それじゃダメなんでね、多分今の話だと。どこか通ってこいという。いやーでもああいうボスだとどうにもならないな。もうちょっとなんか華麗に戦えるかなとか思ったけど、敵が何やってるのかがもうさっぱり分かんなかった。あそこがパスカルが開けてくれた門みたいですね。お待ちしておりました。話はパスカルから聞いています。では門を開きますね。うん、これで門が開かれて楽に通れるようになるのでしょう。どうぞお通りください。これこれ、ここで見張りを続けます。いや大丈夫か、ダメージ受けなかったか。なんか止まってる間にね突進してきたからどうしようかと思ったけど、さてこのまま行けばどういう感じでたどり着くのか。いやこっちじゃない、こっちじゃない、こっち側か。うん、また村に到着。この視点変更は本当唐突だからどうしたらいいかが分かんなくなるんでね。
高速走行とかいうのも手に入ったね。これじゃあ移動中には使いたいので装備しましょうか。高速走行というのはこの手のアイテムではないのかな。もしかしたら使用したら勝手に使われるみたいな感じの装備品じゃなくて使用アイテムなのかもしれない。高速云々はないね。さてパスカルと会話、この方向。話すよりも実際の記録を見てもらった方が話が早いな。なるほど。この A2 というアンドロイドですが、私たちの過去記録にもあります。危険なアンドロイドとして認識していますが、この村に直接来ることはありませんね。すみません、私の知っている情報はこのくらいです。そう、ありがとう。各地を警戒しつつ一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。ということなので戻ろうという話になってる。どうするかな、一旦キャンプに戻って何かしらまた買うか。あんまりお金貯まってないんでね、先キャンプかな。これはダメだな、この操作は慣れないな。なんか場所の前でジャンプしたりね、逆にキャンセルしたりで。ここら辺を何かしらのカスタマイズできるかなと思ったけど、そうでもなさそうなので、どうなんだろうな。この操作性は当時誰も問題視しなかったのか、直されても良さそうな気はしたけど。 9S、 なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？え、司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。おお、ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。ではメンテナンスや強化、強化、ポットの強化はまだまだ無理なんでしょう。いや、これ集まんないぞ、こんなにも。すごい時間かかると思うけど、まあそれを言ってても始まらないので、まずは、あ、こっちじゃないな、購入か。ストレージの量を増やしましょう。ストレージ全部増やすまであと8万か、8万もお金貯めなきゃいけない。まあ、それ以外はなんか何もできそうにないんでね。あとは合成2000かかるが、これとこれを合わせるとランクが上がって攻撃力が 8% 上昇。それぐらいしかくっつけられるものはない。あー、撃破 HP 回復とかいうのもあるんだ。あと取得経験値アップはこれやっても、なんでも7になるのか、コストが。いや、これそういうことを考えると結構考えることが多いな。オートアイテム、これはやっときましょう。効果も少し上がる。もう取得経験値はアップやっとこうか。他、攻撃 HP 回復はこれ装備中なのかどうかがわからないけど、あ、耐えたダメージの 2% 回復は結構でかいと思うけど、これやっとこうか。連続ダメージ防止、あー、いいね。ダメージを受けた後 1.5 秒間無敵になる。これもボス戦に有効だとは思うけど、もうそろそろお金がなくなる。近接攻撃力アップ、
この辺りでまた組み立て直しましょうか。スキルの方、こっちではなくプラグインチップをまずは最適化やってから、まずシステムの方、システムはもう軒並み全部くっつけて、経験値ゲージだけがくっついてないような状況で、補助取得経験値アップ、オートアイテム、移動中もオートアイテムあった方がいいような気もするけど、さっきも移動中に倒されたんで。あと残り13ポイント、近接攻撃力アップ、近接武器の攻撃アップか。あれこれいくつもあるな。さらになんか強化できそうな気もするけど、これでおしまい。まず一つ目はこれでよくて、もう一個もこれはボス専用なんで、がっつりとやっていきましょう。オートアイテムは、あれオートアイテムつけてなかった、ボス戦の時に。あ、外されたのか。で、補助。特段。防御。オート HP 回復のみでいいような気がする。最大 HP アップか。もしくは攻撃の時に、回復か。攻撃の時に HP 回復で、近接の方、これもうくっつけられない、あと4ポイントしかくっつけられないので、ここは諦めるか、諦めるしかないかな、というような2つのセットを使いつつ進めていきましょう。あと武器の強化も、強化、そもそもお金がない、だが強化はできそうな状況になってるので、次回以降また強化やっていきましょうか。では会話する前にも今回はこれで終えて、また次回以降やっていきたいと思います。この続き興味ありましたらまた次回もご覧ください。ではでは。